泥泡ちは、複足甲州岩木、泥泡ち科に分類される、貝類である。日本の温暖な地域に分布し、気水域の泥質干潟に生息する。ナメクジの触角を短くし、体を丸く平たくしたような外見をしている。日本産の個体は、香港産の標本をタイプとして記載された、アンキディアム・香港シス・香港コンと同種とされることもあるが、 分類研究が不十分な面があって2007年公表の環境省レッドリストではアンキディアム SP12012 年公表の同リストではアンキディアム SPA 長崎県レッドデータブック2011ではアンキディアム CAF 香港スとなっており一定しない標準和名は泥まみれで下流に覆われた万獣系の姿が泡餅に似ることに由来し俗名 アンキディアムはギリシア語のアンコス、ガンマカッパ、主要、塊に、小ささを表す設備ジーディアムを付したもの、香港、ンスは、香港に算するの意の形容詞で、タイプ3地の香港にちなむ。ナオゲン記載での学名は、アンキディアム香港、ンシスで、しばしばそれが踏襲されるが、俗名のアンキディアムは中性であるため主称名も、香港、ンスと、中性形するのが正しい。 上述の通り元記載での学名は、アンキディアム・ホンコン・ウンシスであるが、俗名のアンキディアムは中性であるため種称名も、ホンコン・ウンシスと中性形するのが正しい。アンキディアム・ホンコン・ウンシス・ブリットン、1984、PP、188から190、フィクス、6から7、タイプ標本はすべてロンドン自然史博物館に所蔵されている。 体長 30mm 前後の長大円形。背面は全体に低く盛り上がり、多数の鈍く尖った突起がある。突起の一部は1、数個のセガンを備えた単眼突起と呼ばれる伸縮性の突起で、背面全体に10個前後散在し、その目は周囲の明るさを感じることができる。覆面は平坦で大部分が足である。頭部には触覚が1つあり、 その先端には、目がある。機関の対外外交部は全部で5箇所あり、口、肛門、呼吸口、姿勢生殖口、有性生殖口がそれであるが、雌有の生殖口は小さく目立たない。南日本から、香港、シンガポールにかけの暖流域沿岸に分布する。学名にある、香港室は、香港に住むという意味で、タイプ産地が香港であったことに由来する。日本では、 キー半島、津島インナンの暖流の影響が強い地域に生息地が点在している。ただしこのグループの研究は不十分であるため、より広い分布をしている可能性もあり、逆に分布域のものが複数の種に分けられる可能性もある。なお、有明海には近縁種の矢部川餅とせんべい泡餅が分布しているが、泥泡餅は有明海での記録がない。 内湾や川口などの奇水的な泥干潟周辺に住み、デトリタスを食べている。私有動態で牡蠣に、螺旋状の卵塊を生む。以下には、日本産の泥泡餅を、アンキリアム・香港・コン、とみなして記述しているが、実際には、日本産のものは、香港産のものとよく似た別種である、可能性があることにも留意しなければならない。タイプ産地である、 香港産のものについての報告に基づき、いくつかの特徴を以下に記すが、詳細は現状を参照のこと。全体、編集生態は体長 30mm、幅 20mm 前後の楕円形だが、体は柔軟で伸縮するため大きさや縦横の比率はある程度変化する。生きた個体の背面は肺褐色から泡褐色もしくは暗褐色で、 そこに不規則な黒色小斑点が散らばる。個体によっては黒い稲妻状の斑点が入ったり、2本の縦の単色体が見られるものもあり、外縁は大色で縁取られるのが一般的である。ただし実際には表面に泥がついているために、周囲の泥と同じような色に見える場合が多い。覆面は明るい気色から淡褐色もしくは暗褐色。 ホルマリンなどで固定された標本は淡灰色に見える。背面、編集貝殻はなく、背は中心に向けて緩やかに盛り上がる。表面には、細かい下流が、密布のするとともに、大小の突起が多数あり、そのうちの10個前後は、単眼突起と呼ばれ、レンズを備えたセガンが備わっており、周囲の明るさを感じることができる。 通常は一つの単眼突起に3方向を向いた3個のセガンが集まっていることが多いが、1個から2個しかない場合や、逆に大型個体では5から6個のセガンが集まった突起を持っている場合もある。突起は短いながらも潜望鏡のように伸縮し、活発に活動している時は伸びて高くなり、外敵などの刺激を受けると穴に引っ込み周囲の肉や小突起に渦漏れて見えなくなる。 これら背面突起の配列は一見不規則だが、ある程度の傾向があり、特に大きな単眼突起は、小中線と、その左右の三本のライン上に配置されることが多い。このうち背面中央付近にある一個の単眼突起は、特に大きく、正時は、一際高くそびえ立ち、左右の突起の並びは折れ曲がった縦のひだになって、山脈のように見えることも多い。覆面は平坦で、 淡い気化色、暗化色の腹足は体幅よりやや狭い程度で覆面のほとんどを占める。頭部、編集頭部は小さいが活動時には外頭より少し前方に出て伸縮する触角が2本突き出しており、その先端に目がある、目柄なっている。右触角の左前方には優勢生殖口があり、頭部直下には興奮がある。 施設は中央に位置する1個の中葉と、その左右にそれぞれ70個以上ある側葉からなり、これを1列として、前後に50から70列以上が並んでいる。中葉は3波線で小さく、側葉は大きい主波線と小さい側葉線の2波線を持つ。内部形態、編集対向内は広いが、大きなその親、消化線などの消化器官で大部分が占められている。腸の走り方は、 分類に役立つ形質の一つとされ、本種ではタイプ2と呼ばれる型で、胃から出た腸は後方に向かった後一旦前方に向かって逆走し、逆 S 字型にループした後再び先の逆走部の外縁に沿って後方に向かい肛門に達する。肛門は体の後端に開口する。過去真空は体腸の右口角にあり、腎臓と肺は体腸腔縁部に沿うように位置して、 ほぼ左右対称。呼吸口は、後端で肛門の後方に開口する。生殖器、編集生殖腺は、右後端付近にあり、両性油管、タンパク腺ラジオ腺油卵管、交尾脳などの生殖器官とともに複雑かつ、コンパクトにまとまっている。ここから短い油卵管と膣を経て、姿勢生殖口が、肛門のすぐ右側に開口する。この開口部から前方へは、 細い散乱口が街頭仮面の表面を街頭と腹側の間に沿って走り頭部の右側の口付近まで達している。油性管は姿勢生,生殖口開口部近くで体壁内に入り体壁内に渦漏れたまま前日の散乱口に相用に前走して頭部前端に達しオス生殖口付近で改めて体口内に出る。油性管の体構内の部分は 非常に長く何重にももつれた紐のように屈曲した後,後方に向かって陰形に移行する。陰形には牽引筋がついており、一方の端は対向の後部内壁に付着している。陰形は牽引筋付着点で屈曲し前奏して生殖孔に向かう。陰形前奏部では内側の一定区間に微小なトゲ状突起を複数持ち、 生殖口の手前付近では周囲に筋肉質の陰形症を持つ。有性生殖口の開口部直前では陰形よりも大きく目立つ陰形線と呼ばれる長い毛管が合流している。陰形線の毛端部は細く非常に長い腺質部からなっているが合流部手前には筋肉症に囲まれて著しく太ましい部分があり合流部に向かって再び細くなる。この細い部分の内部には ピーニールグランドスタイルと呼ばれる口倉室の針状構造物を持つ。この針状ものは中空で根元はやや太く膨らんで内壁に固定されており、生殖口の方向に緩やかに細まり、先端で多少広がって斜めに裁断状に開口する。優勢生殖口は右触角の左前方付近にあるが、時に触角直下付近にあるなど多少の変異がある。 内湾や川口の寄水域に広がる干潟に生息する。主に長官帯上部から満潮線付近にかけての南泥室の区域に生息するが、泥に薄く覆われた砂礫地帯や天石地帯で見られることもある。同書的には、天貝、海タ太辺ナり、辺カり、川合、チゴガニ、白泉潮招き、指赤弁形ガニなどが見られる。広大な干潟があっても、 本種の生息地はその中のごく一部であることが多い。また冬は冬眠するため、日型状には出てこなくなる。満潮時は白線子をマネキなどか二類の巣穴、または岩石の下などに隠れているが、干潮時に日型に這い出てくる。泥の上を這いながら、デトリタスやプランクトンを泥ごと接触し、同時に太さ数ミリメートルの糞をする。このため生えには、糞が紐状、 私有動体だが他の個体と交尾して火器に散乱する。このグループは孵化直後は一巻ほど巻いた貝殻と蓋を持つがほどなくして貝殻を脱ぎ捨て無核となる。沖縄県伊是名島の個体群では成長とともに住みかを変え寿命は約3年と推定されている。磯泡餅と違い食用に利用されることは少ないが沖縄地方では 泥泡持ちかの貝類を総称して、ホーミーもしくは、ホーミーと呼び、伊勢名島では味噌炒めなどにして、祝いの席に出す伝統があるという。2000年頃には、日本本土では絶滅したのではないかという説もあったが、その後は各地で調査が進み、南日本の各地に生息地が点在することが明らかになった。しかし、生息地、個体数とも少なく、沿岸域の埋め立てや、 環境汚染などで個体数が減少している。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版で絶滅危惧種類として掲載された。以下には日本近辺に見られるドロワー持ちに類似したものを挙げたが、世界には外見の似た種類がさらに多く知られる。ありがとうございます。